皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。新年を迎えてですね、また一つ年を取ってしまいました。私今年で64歳となります。60年も生きてますとね、いろんなことがあったわけなんですけれども、特にこの60年を振り返ってですね、去年は、激動の年だったというふうに考えております。住み慣れた自宅をですね、売却してですね、この売却も私の都合で売却したわけではなくてですね、家の建ってる周りの土地ですね、その一角に、ビルを建てたいというような話があって、地域が良くなるんであればということにでですね、売却に応じたということでございます。その後新居を購入してですね、秋には、次男が東京赤坂の方で結婚式を挙げてですね、その後、妻もですね還暦を迎えたということでございます。私にとってですね、自分の還暦よりも何よりやはり妻の還暦の喜びがひとしおでして、と言いますのはですね、私を産んでくれた母親がですね、母が35の時に自らの命を絶っております。その後すぐに5歳を迎えたわけなんですけれども、その母も育ててくれた母もですね、42歳の時、私が23歳の時にですね、癌で、亡くなっております。二人はもう42歳までしか生きられなかったわけですね。そうやって思いますとね、60まで、こう生きてくれて本当にね、嬉しく思っております。女性のね、年をね出るのはどうかというようなこともあるかと思いますけども、そういう思いがあってちょっとお話をさせていただきました。こう生きるっていうことはね、長さの問題ではないというふうに思うわけなんですね。けれども能登で被災してですね、亡くなられた方、まだお怪我をされたり避難所に暮らして見える方のことを思うと、もうそういう言葉では言い表せない悲しみがあるのも事実でございます。そういう中で思いますのはですね、私としてはですね、お互い動けるうちにですね、できるだけ2人で出かけて一緒に歩く喜びであるとか、一緒にですね美しい風景をめでる喜びであるとか、美味しいものに出会うそういう喜びであるとか、いろんなの人に会っていろんな話をして語らう、そういう喜びをですね、いわば喜びの種をですね、育むような、そういう最後の人生を送りたいというふうに思っております。今まで動画でですね、飲んだくれた動画を上げておりましたけれども、知人もですね、そんな動画上げてると、登録者増えないよってアドバイスをくれたわけなんですけれども、あえて私がどういう人間か、そういう一面もあるということをね、知っていただきたいと思って、上げてたというようなところもあったわけなんですけれども、今年からはですね、これからはそういう動画はなくなります。当然出かけて美味しい食事をするというようなことでそういう場面は出てきますけれども、飲んだくれてるような動画は、今年からですね、封印させていただきたいなというふうに思っております。ということですね、今後もですね、楽しいコミュニケーションが取れるようなね、そういうチャンネルにしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高でした。それではまた、さよなら。